ところで、ヒーロさんのその衣装ですけど。ああ、アコちゃんの衣装ね。確かさっきネトゲがなんとかって言ってましたよね。ネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったよ。どういう意味なの？ゲームに詳しくないミーコちゃんたちには難しいかもしれないけど、優しく説明するわね。玉木亜子ちゃんはネットゲームで同じギルドに所属しているルシアン君に恋をして、ゲーム内で結婚するの。その後、オフ会でルシアン君が同級生だって知ってしまうのね。運命的なの。そうでしょ。それからはリアルでもルシアン君のお嫁さんとしてアプローチを続けるの。随分と情熱的なんですね。アコちゃんはネトゲとリアルの区別がつかない少し困った女の子だからね。コミュ障でポチだしね。あと、リア充な人たちに対するコンプレックスもすごくて。あのヒーローさんはアコさんのこと好きなんですよね？もちろん、アコちゃんのそういう残念なところも全部可愛いのよ。スタイルも良くて見た目は申し分ないし、ネトゲでも意外と活躍するしね。それに意外と料理上手で努力家で純粋なところもまたいいの。ヒーローも料理好きだし、趣味が合う友達になれそうだね。そうね。私だったらアコちゃんに毎日いろんな衣装を着せて違う世界を教えてあげたいわ。それって自分の趣味に染めたいだけなんじゃないの？そんなことないわよ。私としては椿ちゃんにももっといろんな衣装を着てほしいんだけど。なんだか歪んだ欲望を感じる。あ、やば、そろそろ戻るわよ。お客さんたちが待ってるんだから。あら、大変。ちょっとのんびりしすぎちゃったかな。椿、もう大丈夫かい？うん、心配してくれてありがとう。特別なことじゃない、当たり前のことだよ。もうそういうのがダメだって言ってるのに。な顔して。いや、今更なんだけど、いろいろな物語がある中、今日のイベントに参加してる人はみんなお話に登場する子たちが大好きなんだなって。そうなの、分かってもらえて嬉しいわ。今まで圧倒されて乗り切れないところがあったけど、理解したからにはパフォーマーとして中途半端なことはできないね。会場に戻ったら美坂美琴のこと詳しく教えてもらえる？もちろん。じゃあ参考動画をチェックしていくわよ。メインステージでファンサービスする予定もあるし、それまでに仕上げましょう。ん？何それ？あ、京子ちゃんに言ってなかったかしら。私たち全員でメインステージに上がって、お客さんの前で自己紹介をするの。戻ったらその準備もしていかないとね。そっか、じゃあなおさらバッチリ仕上げないとね。やる気満々ね。京子ちゃんの本気のみことちゃん、楽しみだわ。期待してるわね。